こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、一人今日伝うれば万人実を伝うです。釈尊が悟られた真理は、各人が自業自得すべきものであるのに、一人摩訶迦葉がそれを伝えたことになったため、真理は伝えることができるものだとみんなが思い込むということです。それでは今から、一人今日伝うれば万人実を伝うを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。